観光振興の財源確保のため全国9つの自治体が導入している宿泊税。熊本市では再来年の導入を予定しています。今日の市議会総務委員会で熊本市は民泊を含む市内の宿泊施設に泊まった人を対象に1泊1人当たり200円課税することを提案しました。200円という金額につきましては、観光施策の推進に必要となる財政需要の規模や宿泊需要者のアンケート結果、宿泊者の負担感を総合的に勘案いたしました。熊本市は事務負担を軽減するため、修学旅行生や長期滞在者についても課税の免除はせず、一律で導入するとしています。今後、来年2月に条例案を提出し、総務大臣との協議や旅行者への周知を経て、再来年からの導入を目指します。